2024年冬アニメ3月16日時点でのランキングトップ5。はい、この動画は2024年冬アニメを実際に見て面白かったアニメ作品トップ5を中田さんと B さんでそれぞれランキングして発表していきます。はい、毎週変動するランキングではありますが今週はどうなったのかということでございます。はい、今週のランキングはいかがでしたでしょうか。今週は、まあ、結構つまんなかったなあ、そうと思いますね。いつも逆ですね。俺はね、今週面白かったもうね、やっぱりそのあと2話ぐらいでやっぱ終わるんですよね。うん、っていうので、どの作品もね、最終話にこう向かっていってるなっていうところで、僕の中では結構面白かったかなと思います。あ、そうか、だからもう先週先々週は、どんなラストになるのか、最後の展開があった。でも今回はもう、まあ規定路線っていうか、ああ、そう、それでなんかあんまり意外性がなかったね。うん、わかりました。じゃあ早速いきましょう。さあ、それでは今週のランキングトップ5、第5位でございます。せーの。ほら、ぶっちぎり？そうなんですよ。ちょっとぶっちぎり聞きたいわ。ぶっちぎりはね、最後、ランキングに残ってたんですよ。ああ、そういうことね。暫定でって。そう、ね、はい、入れてたの、はい、が、あれ最後まで残ってたみたいな感じで、だから他の作品の影響で、今回5位に浮上してるんですけど。あ、じゃあ自分で選んだわけじゃないんですあれ残っちゃってたんだよね。ぶら下がりや。でも、今回、天守の話がちょっと微妙だったんですけど、今回ちゃんと展開して、最後に向けてね、まあ、もともと分かってたけど、こういう感じかなと。2期狙ってんじゃないですか。無理でしょ。もうね、浅い話が。いや、あなた5位に選んでるんですよ。じゃあ、だから選んだんじゃなくて、残ってたから、出してるけど。ビリファイブじゃないんで。ちょっと、文句やわ。ちょっと。ああ、そうだ。じゃあ、なんか本当に、これ、アニオリでやりたかったのかなっていう、残り物で作りましたか、感が、ほら、最初に言ってましたよね。ちょっと、それ出てきてますよ。ああ、そうだね。はい、僕はですね、指先と連動でございますね。まあ、長田さんが気にしてるところで言いますと、ついにね。じゃあこの話は終わりなんですけど。大志くん。幼馴染ね。僕めっちゃ気にしてます。そうそうそう。さあ、あの子は、昔からそのゆきちゃん、主人公のゆきちゃんを気遣って、いろんな思いがあって手話を覚えてきたんですよ。まあでもちょっとツンツンしちゃうみたいな感じだったんですけど、まあそれがちょっと伝えるのが不器用なんですよね、彼は。っていうのがあって、その、いつのみくんとぶつかっちゃうんですよ、やっぱり。彼氏のね。で、いつのみくんがなんと、飲みかかつって、連れていくんですよ。はいはいはい。で、差し飲み。二人で自分のバーで、その大志くんが潰れるまで飲み明かして、で、最後大志くん泣いちゃうんですけど、それすらも包み込むんですよ、いつの間にか。はいはいはい。大志くんが、それで負けたっていう感じになって、男同士の熱い友情会でした。でも恋敵は変わらないんでしょ？恋敵は変わらないね。変わらないんだけど、俺ちょっともう、しばらくランキングインしてなかったじゃないですか。もうちょっと飽き飽きしてたんですよ、これ恋愛。でも、なんか急に男の子だけの会になって、はいはい、こういうやっぱ男の友情いいな、みたいな。ので、ちょっとランキング第5位。はい。ってことですね。残りました、これ。まさかみたいな。残りました。あれみたいな。残ってた、はい、残りました。はい、もうね、正直、この4位以上は俺、ぶっちぎってました。おぉ。楽しかった。本当に楽しかった。それ、指先と連連がかわいそうなんだけど。いや、同じこと言ってたじゃないですか、ぶら下がってたって。はい。じゃあ、いきますよ。はい、今週の第、あ、すみません。今週のトップ5、第4位です。せーの。ああ、そうですね。はい、面白かったですね。失恋の独り言か。失恋の独り言ね、ちょっと覚えてない。いや、俺もね、ごめん、今ね、話をしようと思ったら、全然出てこなかった。ちょっと何の話だったんや、あれ。ラカンが、ちょっと出てきてましたね。あ、そっか、そっか。そうだね。ラカンが、じゃあ思いのほかね、ずっと嫌なキャラクターなのかなと思ったら、あ、ラカン面白そうなキャラクターなんだなって思ったんですよ。別に、ただの悪役じゃなくて。そうそう、ラカン自体が結構興味深いキャラクターで、あ、こういう感じだったんだって。変態なんですよね。マオマオのことが異常に大好きっていう変態っていうね。で、それの片鱗が見えてて、で、マオマオにちょっかいを、その、かまってほしいからちょっかいを出してる的な感じのニュアンス。そう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 。僕はね、妖術よ。平田洗脳完了しました。平田が、まあ、ちょっと輪から浮いてて、平田の過去を教えてくれ、つって、平田の過去。実は恐怖で支配してたタイプだったという。だけど、綾野浩二がいろいろ話した結果、僕は、まだ、前を向いているのか。今のお前だからの受け取んな。って言って。似てるわけ。平田は洗脳完了した。いや、なんかさ、俺は、平田くんね、俺来たんだ。黙れ、みたいな。やった時に、俺なんか、綾野浩二と、画策して、何かをしようとしてた演出だと思ってた。ああ。あいつ、本心であれやってたから。そう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 。マジかよ、みたいな。ようやくじゃないですか。だって、3期になって、やっと平田の、あ、幕が分かった。わざと、
やってんのかと思ったら、あれが平田の本質なのみたいな。そう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 、ちょっとかなり幻滅しましたよ。1年生編を締めくくる最後というか、ね、はいはい、ちょっと楽しみですね。はい、それでは今週のトップ5第3位です。はい、せーの。あれ、最弱テーマ、はいはいはい、はい、最弱テーマは、最弱テーマは、まあ、あの秘密をね、はい、明かして信用できる人がいたら全てを話しなさい、うん、で伏線の回収が、この5、6人のチームに伝えるのだったら、まず最初に1人じゃねえんだみたいな、はい、しかもブレインになってるんですよねそうそうそう、全部アイビーの作戦でみたいな。そうで、これがね、なんかちょっとね、アイビーが悪いやつに見えてきたんですよ。スライムもね、怯えたりするじゃないですか。そうね、そのみんなに対して怯えてるじゃないですか。え、そんなことない。あれ、そうでしたっけ。うん、トラが、怯えたら悪いやつ。あ、全員じゃないんだ、あの場にいた、うん、全員じゃない。全員、あ、全員じゃない。そうそうそう、分かりにくいです、演出が分かりにくいです。もう切ってる切ってる。え、切ってる、切ってるよ、見てる見てるイシュラ、はいはい、まあ面白かったですね、今週。ちょっとまあ強さランキングが変動しましたね。ダカイがあっさりやられてしまったというところですね。あの銅の剣、あのボロボロの剣が生きてきたんですよね、うんうんうん、で、こういう構図でこう死ぬっていうすごい死に方してましたけど、ダカイ。でもやっぱり、まあ、柳の剣の宗次郎なんだなっていう感じでしたね。そうね、マロード同士が戦ったっていう、うん、もう俺ちょっと泣きそうになったっす。マジ、あのカーテの血と赤い血とレグネジの紫の血が混じるんですよ。こいつワイバーンって知らなかったのに、で結局知らないまま血が混じって、うん、あのちょっと憎いですね。これですよ、最弱テーマで。エース分かりづらいまあ、イシュラは安定してますよね、アニメーションが。アニメーション、そうね、ね、ものすごい、いや、コンクールあんまり安定してるもの合わないじゃないですか。だからその中でイシュラはかなりずっと安定してません。どうします、次週普通にヒグアレ出てきた普通にどうなんだろうね。お前は見たらヒグアレとか言ってあれ、杉田さんでしょ。杉田さん、まあ、転生してくる可能性も、うん、マンドレイクだからね、分からないちょっと仕組みがね。はい、それでは今週のトップ5第2位でございます。はい、せーの。あー、フリーレンか。あれ、やってた。やってましたよ。そうなの。はい、俺リアテで見てるんですもん。はい、あー、まあブレイはね、はい、じゃあ言わない方がいい。あ、そんなに衝撃か。うん、確信をついたっすけど、今週。あ、いやいや、言っちゃって。じゃあ言わないパターンも届きますから高田さん、ちょっと見られなかったらしいんで、うん、ちょっとネタバレを避けながら言いますと、ルルが、うん、ルル、あー、ルル、うん、でした。なんだいや、言わない。そんなに衝撃いやいや、もう予想ついてましたけど、うん、まあ、確定したっていうか、まあ、ネタバレパターンでいきますと、まあ、ルルタイムリープしてました。窓まぎでいうホムラちゃんです。スミスとイサミが死ぬんです、ここ、うん、死ぬんですけど、それの未来を回避するために未来からタイムリープしてます。その未来にいたスペルビアと話して、大人のルルが話をして、過去で俺に会えと、スペルビアがで俺に乗れで、それの回です。ちょっと熱いじゃないですか。めっちゃ熱かった。まあ、ていうか窓まぎですからね。いや、もう窓まぎの授業だったマジであ、タイムリープしてんのみたいな感じ。まあ、ちょっと面白かったですね。はい、タイムリープ、フリーレンはね、もう最高ですよ。まあ、ちょっと悲しくなってきましたね。あのねフリーレンはね、27話ね、思い出して、今日見たでしょ、だって今来るときに、はいはい、ほんの30分前ぐらいで行きますよ。漫画よりも好きになってきましたね、今週は。本当にあのエヴァン・コールさんの音楽、あ、よかった。いや、素敵な話と素敵な音楽で、うん、なんかもう心震えました。ゼイリエルのクラスを持っても魔王を倒せなくて、うん、勇者一行パーティーどんだけ強かったんだって。ああ、そう、なんか全然そこら辺がさ、フリーレンが強いのは分かんじゃん。でもヒンメルとかハイターとかそんなに強いイメージ未だに持ってない。未だに出てこない原作見てても出てこないですだってヒンメルとかの話あんのかなと思ったら、南の勇者が強いって、ああ、まあいずれ出てくると思うんですけど。それではもうバレてるかもしれませんが、はい、今週の第1位でございます。はい、せーの、ダンジョン飯です。フリーレンじゃないんだ。フリーレンは僕は6位ですね。ああ、ダンジョン飯ね、ちょっと今週マジ神回でしたね。いやね、戦闘作がえぐくないですか、このシリアスな感じ、うん、いきなり。そうなんだ、今までと打って変わってる。そうなんだよ、この展開がやっぱり漫画よりも緩急があって
すね。よかった。めちゃくちゃいいっすね。よかった。すごかったな。なんかトリガーっぽかったしね。戦闘作画が。もうなんか別の作品みたいな感じで、やっぱりなんていうんだろう、漫画よりもかなり躍動感があるじゃないですか。まあアニメーションなんでね、そうなんですけど、そこがやっぱ原作の漫画にはなかったところのなんかプラスの良さみたいな。あとね、もう本当にもうこれ多分長谷さん見てて思ったかもしれないけど、幼少期のファリンが可愛すぎ。可愛いっすね。うん、確かあんなに手厚くやってなかったよね。そう、漫画ね、めちゃくちゃ可愛い。で、今週さ、あのエンディングのさ、あの旅行食社会で歌ってるパーティーね、一番合わなかったっすね。確かにめっちゃ、だってあの特に原作知らない人からしたら、一気にあの骨をね集めちゃってるから、そうそうそう、こっからね、怖いからね。そう、ダークな話になるんですけど、でなんかすごいダークな終わり方したのに、君のためのパーティーだーって最後、なったんで、ちょっとあれってなりましたけど、はい、そうですね。まあ男女優勝は素晴らしかったですね。ちょっと上も抜いてましたね。いや、本当そうです、素晴らしいです。素晴らしかったです。こんな感じでございました。はい、それでは皆さんのですね、トップ5もぜひコメントでね、教えてください。教えてください。はい、ありがとうございました。バイバイ。